いつ会った、第一会ったっすかね。いや去年でしょ。そうっすよね、うん、去年相模原がいて、自分こいつ練習参加来たんですよ。それでつくばのやつ来たなと思って、そこで喋ったよな最初。そう初めて練習終わりっすよね。そうそうそう、めっちゃ覚えてるさ。第一印象はまあチャラいっすね。本当にくないきゃ、全く、まあ、こんな感じ。多分最初は多分みんな行きづらい感じなんですけど、な慣れだしたら本当にもうカモじゃないですけど、カモやん、カモではないですけど、本当に接しやすくていい人っすね、うん、そうっすね。印象から今とまただいぶ変わって、だいぶ違うっすね。多分ファンサポーターの皆さんもちょっと怖いって思ってると思うんですけど、もっとおちょくってもらって大丈夫ぜひお願いします。怖いって言われるんですよねえ、もうもう何のひねりもないぐらいこのまんまサッカーもあのこういうプレイヤーなんやろなって見た思ったまんまやし。褒めてですかそれ。まあ褒めてはない、ディスってもディスってもないプライベートも表裏なく結構誰とでもコミュニケーション取れるっていう、まあいじられて生きるみたいな、そうですね、タイプね。間違いないです。だから変わんないっす最初も今も結構あれっすね。ないやろ似てるとこ。いやちゃうやん、なんかおおでもみたいな結構あるじゃないですかどれどれなんやろな。けどなんか結構あれっすよね、車で喋ってる時とか。まず関西出身は一つ一緒ですね。ああそう。あとプロがなかなか決まらなかったってところもなんか話したっすよねそうやっけ、なんか車で話してた気するっすね。俺結構早かったけど。早かったけどでも就活してたっす。ああそうそうそう。何って聞かれたら出てこへんけどナイス。似てるとこ一個めっちゃ似てます。まあ、筑波なんでエリートやから。確かに。まあでも筑波っぽくないけど全く似てるとこはないかな。ある？寂しいっすやっぱ片思いでした。ある？呼ぶ選手間違えましたわ。ないで、じゃあ行きましょう。なしで。なしで。普段なんかどんな話とかされるんですか？何でも話すっす。うん、とりあえず晩飯腹減ったなと思ったらこいつに LINE して、ちょっと行くでってすぐ迎えに行きます3秒で来いって言われるんで3秒で迎えに行きます。静岡どうですか？いやいいと思うご飯美味しいし。そうっすよね、住みやすいっすけど。電波ある。確かに。ちょっとだけ俺の家も電波ある。俺んち電波ある。まあ、でもそんぐらいやな。はい、ほんとご飯も美味しくて住みやすいっすね。なんかあるっすか？ある？俺ない。テントサウナ行きたないですか？ああ行きたい。それは話してるっすよね、うん、結構。あとキャンプとかね。そうっすね、バーベキューとか、ね、行きましょう。ぜひ。オンラインの大富豪よくやってるっすね。あとゲームのウイニングイレブンもやってる。やってますね。結構いろんな選手とやるんですか？いや仲いいメンツっすよね。まあいつも一緒におる。はい、結局武者君が弱いんすよ全部な。はい、あいつから言ってくんない。やろうやとか言って、あいつはこうとか言って絡んでくるんですけど結局一番弱いっす。炭水化物を多めに取るっていうのでパスタと おにぎりを自分で作って食べるときもありますし、炭水化物を多めに取ってエネルギー貯めるっていう部分で食べてます。何食べてるんですか？俺、まあ お米中心にエネルギーを貯めてます。米食っていつも食うでしょ米じゃじゃじゃ、いつもより多く食う。あ、多めに食うんですか？そうそうそう。試合の前どんぐらい食べるんですか？まあ、1杯半ぐらいかな。あんま変わらない。少々ぐらいから。米と何食うんですか？米とな、何やろ。まあ、肉やな。生姜焼きとか。生姜焼きっすか？うん、いい店あるっすね、生姜焼き。うん、どこ？母さんの生姜焼きっていう店が本当に
選手もサポーターも結構集うっていうか、本当に美味しくて、みんな結構行かせてもらってるっすね。サウナっすか。こそれんすね、サウナが。全然こそじゃない。確かに結構みんな知ってるっすけど、京太くんとキーパーの武者選手と筑井選手と試合2日前ですね、うん、2日前には絶対にサウナに行って、まあ、みんなで整うっていうのは毎週必ずやってますね。よくリフティングはします。リフティング練習終わった後グラウンド1週か2週ぐらいリフティングで、なんか練習終わってボールが今日あんま触ってないなとかいう日はリフティングしたりで、ちょっと勝負してみたり、はい、リフティング勝負したりしますね。負けてない。武者選手が負けてます。武者が弱いな。日頃から共に戦っていただきありがとうございます。本当に遠いアウェーの地まで足を運んでいただき、共に戦ってくれることが選手の後押しになっています。これから後半戦、昇格できるように選手も頑張るので、共に結束して戦いましょう。よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。苦しい時にすごい応援が自分たちのパワーになってます。後半戦、苦しい、試合だったり難しい試合が増えると思いますけど、ぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。8月の13日と27日にホーム足高で試合があります。チーム一丸となって、勝ちたいと思いますので応援よろしくお願いします。